はい、今日なんですけど、おじか山という山に今日は登っていきたいと思います。大分県の別府市にある山で、串高校というところに車を止めて、串高校をぐるっと回りながら登っていくような形になります。で、おじか山なんですけど 727.7m で、今日の予定としては2時間を予定していて、約 5.2 キロのコースを歩いていこうと思っています。これから1週間ぐらい天気予報を見ると雨マークがついていたので、今日急遽2座登る予定になってます。といってももう今10時半ぐらいになるので、急いで行っていきたいと思います。じゃあ出発します。めちゃくちゃ天気すごい、湖も綺麗、日差しさっき暑いかなと思ったんですけど、結構涼しくてすごく歩きやすいですね。これからこの湖畔を回りながら登山口の方まで行ってきたいと思います。また予定ルートから外れてた。うわ、ただめちゃくちゃ綺麗なところに外れてきた。湖に沿って歩けばよかったもの、元のルートに戻ってきた。でも綺麗なお花ロードを通れてよかった。いや本当にいい道だわ、癒されるな。あ、ここですね、おじか山登山道入り口。ちゃんと看板もあって、やっぱキャンプ場なだけあって親切に看板もたくさんあるので迷うことはないでしょう。登山口からだいたいコースタイム的には45分ぐらいで山頂まで着くみたいですね。鳥のさえずりとこの何、少しだけ高知に来た涼しい風、そして天気も良くて今日最高の一日になりそうです。いや、もうずっと傾斜もなくて、なんかゴルフ場を歩いてるような感覚、すごく歩きやすいし、まだ山頂に行ってないので何とも言えないんですけど、散歩したりハイキングしたりって方には超おすすめです。少しだけ傾斜がついてきましたね。はい、もうあっという間に頂上まであと少しというところまで来ました。ここはすごい傾斜があって、もしかしたらここが一番最大の難所なのかもしれないです。結構登ってます。来ました、あっという間でしたね。頂上からは別府市内、別府湾、国東半島一望できますね。うわ、爽快だわ。
本当ちょっと登るだけでこのような景色が楽しめるので、僕が今まで紹介してきた山の中では一番気軽に登れてこのような景色が楽しめる山だと思います。山頂を後にして神楽湖の方に向かいたいと思います。思ったよりね早く登ってこれたんで、ちょっとゆっくりしてぼーっと景色を眺めてます。至福の時間です。今日4月22日で来週からゴールデンウィークに入ってくるんですけど、白川湖に来るって方も結構多いんじゃないかなと思いますね。県外、なかなか県外に出れなかったりするので、大分の方、まあゴールデンウィークじゃなくてもね、人がいない時に来るっていうのもいいので、まあお休みが、平日にお休みがある方なんかもね、一日休みがあれば気軽に来れるので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。僕もねこんな気軽に来れるんだったらね、何回でも、まあ、普段山に登らない人とかでも連れて来てもいいですしって言ってますけど、友達いないんで基本陰キャなんで、そういう意味ではぼっち登山向いてるのかもしれないですね。そろそろソロって呼んでもいいかもしれないです。ぜひ登山道であったらお声かけください。嘘です。神楽湖の分岐点まで来ました。これが目印ね。ナンバー7。ナンバー7が目印。でこれがさっき登ってきた道。でこっちに行くと神楽湖。行ってみよう。来ましたね。花菖蒲という植物が有名なところみたいですね。花菖蒲ってこういう花みたいですね。いろんな種類があるんですね。ぜひ咲いてる時に行きたいですね。何月ぐらい？6月中旬から7月上旬ですね。なるほど。そしたらね、白川湖の方に戻っていこうと思います。ここから 1.5 キロで白川湖まで行けるみたいですね。神楽湖はね、今水がないけど水が張ってたらすごい綺麗そうな湖ですね。やばい、酸素濃度やばい、完全空気のオアシスですね。大自然の中を歩いててね、本当に癒された、最高です。はい、白川湖、こっち側来たことなかったね。見てください、鶴見岳。いいですね、鶴見岳が今日綺麗です。今日登ってる人はいいな、天気良くて涼しくて。覗いてやるか、ロープウェイが見えますね。誰が映るかな。鶴見岳登ってる皆さん、こんにちは、池見です。またどこかの山でお会いしましょう。キャンプしてる人いるね。めっちゃリア充ってんな。あ、ここにもリア充ってるやつ。めっちゃリア充ってんじゃん。ここは桜の花びらがで、めちゃくちゃ綺麗な桜ロード。はい、ってことでね、今日の動画はここで締めたいと思います。いや本当に小鹿山めちゃくちゃ登りやすくてね、本当いいとこでした。景色もずっと綺麗だし、天気のいい日に来るといいかもしれないですね。
木々の間からの木漏れ日がずっと癒されながら歩いてきました。まだずっと歩いてた。あと2時間ぐらい歩いててもいいぐらい良かったですね。今日はねこの後ガラン岳というところに登っていこうと思うので、この辺でお別れしたいと思います。次回ガラン岳に登るので、ぜひ見ていただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。